はい、皆さんこんにちは。こすちゃんが始まりました。今回もアシスタントはさやこちゃんです。どうもさやこです。よろしく。6回目のこすちゃんです。あ、そうです、6回目でした。6回目です。冒頭で言おうとして、ド忘れして、回数言いませんでした。今日、本日6回目になります。よろしくお願いします。今日はね、あいにくの雨なんですけれども ね、ちゃんとね、会場にも皆さん来ていただいてありがとうございます。見てくださってる方もね、雨が降ってるのでお家でまったり見ていただければと思います。というわけで、今日のコスプレ、これはケイオンです。ケイオンですね。ケイオンのエンディングテーマのドンセイレイジーっていう有名な歌がね、はい、あるんですけども、それのミオとゆいちゃん、これ、まあ、私が軽音のコスプレにしようってさやこちゃんにもメールで話したんですけど、来月ね、実は軽音の映画が始まるんですよ。まあ、もうところどころにね、ポスターとか、あ、今会場の方がチラシを見せてくださってますけど、全然うち軽音と関係ないんですけれど、まあ始まるんですよ、はい、ね、もうね国民的国際的もうすごい有名なんで、軽音って多分知らない人はいないと思うんですよ。軽音って言葉とか、そういうアニメがあるんだってことが、まあ、それのアニメが、アニメの映画が12月3日にねちょっと開始ってことで、まあ、じゃあ軽音のコスプレがいいよねっていう話で今回軽音と。そう、はい、見たことはない。あります、あります。あ、本当ですか。テレビでやってますね。やってました、うん、今確か再放送がやってるかな。あ、そうなんですね。多分映画に先だって、うんうん、やっぱね、ほら、映画が始まるよくあるじゃん、はいはい、2が始まる前には前作の映画がね、金曜ロードショーでもらう、あ、ああいう手法ですよ。ありますね。映画始まるよ、みんな慶応見ておいて逆に今まで見てなかった人も、うん、再放送の慶応見て映画見に行こうかなとか、そういう効果が得られるので、そういうタイミングで必ず再放送とか放送がされるんですよ。あ、なるほど。ちなみに12月3日って、うんうん、私アクエリオンエボルの仕事していて。何ですか？秋葉原であるんですけど、勝手に告知になった話ですけど、うんうん、アクエリオンエボルっていうね、アクエリオンシリーズの新作が始まるんですよ、はいはい、アニメが、はい、それ の女の子のヒロインの一応、まあ、イメージでモデルというか公式コスプレイヤーというかさせていただいていて、12月3日が実はそのアクエのエボルのイベントがあって、今チケット販売中かな、はいはい、私はそこの仕事なんで、ちょっと軽音は見に行けないんですよ、3日は。あ、そうなんですか。めっちゃバッティングしてるっていう。こんなビッグタイトル、ビッグタイトル。でも映画はね、ほら2時間ぐらいで終わりますから、うん、アクエに行ってから軽音とかね、ケルさん見にね、皆さんぜひぜひ。そうそう、慶応見てからちょっと私をなんかやってるのかなって見に来るっていうのもありなので、行きたい行きたい。ぜひ見れるんですか、かえねさん。多分秋葉原でなんかやるっていうチラシ配ったりとか、あとそのイベントに来てくださった方を出迎えたりとか、多分そういうことをすると思うので、外に出るのであれば見れます。おお、ちょっと外に出るかどうかまだ分かんないので、詳しくは楓さんのブログをチェックしていただければ、情報載せますので、軽音とともに役員にもよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけ で、いや、初めてあの衣装を作りました。あ、作ったんですか、それ。いや、これだけ。何それ。釣りですよ、ネットだと。あ、これを作ったわけですね。作ったんですよ、初めて。あの縫い合わせコスプレは私コスちゃんを持ってから初体験だったんですけど、今までなんか買ったりしてたんですよ、オークションとかネットとかから。大丈夫ですよ、結構そういうレイヤーさん最近多いんです。あ、そうですか。最近ね、そう、衣装を作らないレイヤーさんとても多いので珍しくはないです。はい、いいと思います。そうなんですね。楓さん作ったんですか。これ買いました、さすがに時間なくて、私もそう、ネットオークションっていうかを使ってみたんですよ。私もともと結構作る人なんで、はい、ドキドキしながら買ったわけですよ。はいはい。いやー、やっぱ難しいね。 S サイズなのに超でかくて、アンピンだらけ。あー、そうかそうか。楓さん体細いですもんね。いや、でも S の表示を見てちゃんと買ってるわけなのね。なのにめちゃくちゃでかくて、あー、これ買ってコスプレしてる人って大変だなと思ったの、逆に。そうかそうか。だってサイズ見てさ、買ってもやっぱサイズ合わないわけじゃん。でもみんなやっぱ直せないから仕方なくそれをそのまま着るわけでしょ、うん、アンピンとかで詰めたりとか、うん、なんかそれはそれで大変だなと思って、うん、確かに見てる味もね。そう、やっぱ作ればね、自分製の作れるからやっぱそこは違うんだなって、うん、買うのも大変なんだなと思いました。そうなんですか。で、これを作った。そう、作ったんです。あの最初私生地屋さんに
これをこういうのあるじゃないですか。あります。生地屋さんで黒の生地と水色の生地を買って、それを縫い付けて作ろうと思ってたんですよ。大変ですよそしたら伸び縮みできない生地を買っちゃって、あーなるほどね、なんか縫ってたらなんかおかしいって縫ってうんってなったんですよ、うんうん、これは難しいなと思って友達に相談して、それじゃあボーダーの靴下を水色に染めちゃいなよって。おーなるほど。そう、それでこれはボーダーの靴下を水色のスプレーで。あ、スプレーで。はい。斬新。え、斬新ですか。斬新。何で染めます？布を染める用の台なんだか、なんかね、あんですよ。ダイソーだからそれ100均だ。え、なんかそう、布を染める用の塗料っていうのが売っていて、逆にもそれスニーカーとかも染められちゃう。すごい。だから例えばつけれる、つけてって。そうそうそう、こう水にポンってつけてしばらくつけた後にこう乾かして OK みたいなのがあったりとか。あ、そうなんですね。そう、スプレーガビガビ、それでちょっとこの硬い感じがそう、でも染まるものですね。染まりました、染まりました。うん、イエイ。他、あとはもう既製品。大丈夫ですこれ既製品だと思います。難しい。え、でもちゃんとなってますね。ね、なってますか、うん、よかった。すごいね、ウィッグもちゃんとかぶって。そう、ウィッグもちゃんとかぶって黒髪ウィッグなんかかぶるの高校生以外。高校生で黒髪ウィッグかぶってたって、その経緯は何ですか。あ、なんか学校に染めてた時に、黒髪ウィッグをかぶって学校に行ってる時があって。あ、染めてるのを隠すためにってこと。まっすぐバレて、もうやっぱりそう、ウィッグがバレるでしょ。そう、お前それウィッグだろうってしかもその時学校で流行ってて、そういうのが、うん、みんな同じウィッグかぶっててみんな同じ髪型なの速攻でバレましたね。あ、すごいね。すいません、はい、へえ、結構染めてたんだ。あ、そんなに染めてないですけど、厳しかったんで。あ、そうだよね、私のところも厳しかった。焦げ茶ぐらいでもやっぱりダメだったんで。友達が、私もね、私立だったからやっぱ髪染めるの超厳しくて。超厳しいですか。中高ね、うん、でも友達が、やっぱ軽音ですよ、そのやってバンドやってる子がいて、やっぱバンドって黒髪ってあんまなかったのよ。あ、うん、で、やっぱその染めたいって言ってすっげー抜いてきたの。大丈夫って言うから、もう金髪に近いぐらい抜いちゃって、うん、まあまあまあ怒られて染めろってなったのね、うん、で染めろってなって、でもまあたかだか学生だからそんなお金ないじゃない。美容院に染めたくなかったみたいで、なんか適当に白髪染めみたいなので染めるわみたいなって言ってて、その子がで、いろいろ試行錯誤で自分で染めてきたのある、はいはい、したら、うん、どうこうでどう失敗したのか分かんないけど、うんうん、もう日に当たるとすっげえさつまいも色、あの紫なのよそれこそあのおばあちゃんとかいるけどさ、ほんとそれでもう綺麗なぐらいさつまいもでどうしたのみたいな、みんな。でも暗いとこだと真っ黒なの。確かに家で染めてたから気づかなかったのかなと思って。そっかそっか、体育の時間とかすごかったからね。うすっげえ紫だよみたいなっていう子を一人いましたよ。取れないですよね、それ。もう逆に取れないし、黒入れてももう無理なんだって、抜きすぎちゃってて、もう真っ黒にはなりませんって美容院に言われて、もうその子なんかもずっと紫色にしてましたよかわいそうですね。あ、でも本人はね気に入ってて。あ、そうなんですか。あ、まあいいや、このぐらいでみたいなっていう田代さん元気かな田代ゆりちゃんって子だったんだけど田代さん見てる、田代元気かな思い出しましたそんな子がいたっていうこと。そっかそっか、そういろいろありますね、髪の毛は。ありますよね、女の子は ね男の人もでも最近染めたり抜いたりしますからね。あ、そっか、結構最近だと男の人の方がさ、結構毎日セットしてない？ああ、やってる人はなんかパーマとか当ててる人とかいいよ、ね、ちゃんとセットしてるんですよ ね女の子って逆にさ、もう長いとさ、もう縛っちゃえばいいやとかさ、結構ピンで止めちゃえばいいやとか結構放置じゃ ん、うんうん、私の周りがガサツなだけかもしれない、うん、でもそういうイメージがあるのよ、まあ、歩いてる女の子を見ても、うん、もうほら宿毛矯正かけてるから別に何もしなくていいみたいな。確かに確かに。でも男の人って結構さ、こうツンツンさせたりちょっと持ったりさ、うん、こうやっぱ男の人の方がすごい最近はきちんとしてるっていうイメージがあって。確かに、短いとね、男女逆転、男女逆転なんじゃない。パーマをかけるかどうかにもより。あ、そうなんですか。パーマかけるとセットしないとダメですもんね。じゃあそうなの。そうなの、うんうん、パーマ
あれパーマってさ短い、男の人は短くてパーマをかけるわけでしょ当たり前、うんうん、だけどさあれってやっぱそのストレートが嫌だからかけるのかな、違いますよ、なんか癖毛を隠すためにあえてパーマにしちゃうとか、あーそれもありますよねきっと、でもおしゃれじゃないですか、そういう人もあ、やっぱ直毛が嫌だとか、直毛が嫌、あーそっかそっかそっか、ペターンってなってるのが嫌だからパーマかけて、あーでもそうだよね、うん、あんまり男の人でペタンってないか、うんうん、おなるほど ね、 なるほどね、そちょっと、ね、疑問だった、あーそうなんですか、ですはいというわけであんまりオチもなく終わるんですけどVTR が今回はあります、前回ねフリートークぶっ通しだったんですけど今回は VTR があります、何の VTR？ 11月の3日にですね、ラジオでお世話になっているマシミヤっていうところがあるんですけれども、うんうんうん、まあ、ラキスタの聖地ですね、うんうん、ラキスタってアニメのマシミヤで萌えフェスっていうイベントが開催されたんですね、うんうんうん、で、まあ、どういうイベントなのってすごく簡単に言っちゃえば、うんうん、まあ、聖地マシミヤで、まあ、こう楽しみましょうっていう感じのイベントで、うんうん、まあ、いた社あり、まあ、出店あり、食べ物ですね、露店ありので、こうみんなで、まあ、運動の秋、運動しようっていうイベントがあったんです。それに一応まあ、お呼ばれして、まあファンゲスト的な感じでちょっと参加させていただいたんですよっていうイベントが、いたしゃすごいですよね、いたしゃすごいです、いたしゃもね撮影したんで多分 VTR も入ってると思うので、 VTR いけますか、はい、ではまず前半 VTR 萌えフェスです、どうぞどうぞ、はい、おはようございます。本日は鷲宮の萌えフェスに遊びに来ました、ね、こちらがステージになっていて、あと板車の方もねぼちぼち集まってきているので、いろいろとレポートをしたいと思います。では行ってきます。通院鷲宮2011行って燃えてみるに、ご来場いただきまして誠にありがとうございます。申し遅れました。私、鷲宮商工会の事務局の松本でございます。今日一日よろしくお願いいたします。これより、開会の挨拶ということで、主催であります鷲宮商工会の斉藤勝会長よりご挨拶をいただきたいと思います。それでは会長よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。今日は第3回の、萌えオリンピック、萌えフェスですか、ご参加いただきましてありがとうございます。いたしの方もそれぞれ、遠くの方からこうして本日のイベントにご参加いただき本当にありがとうございます。ちょうど昨年もですねこうした萌えオリンピックという、催しを計画いたしましたけれども、雨で流れた経緯がございます。この会はですね商工会が主催しております。参加された皆様方が本当に参加して楽しんでもらう、そうしたことでうちの職員がいろいろとですね皆様方何したら喜んでもらえるか、そういうことを真剣に考えてこうした準備をいたしまして、本日の開催に至っております。ぜひ今日一日ですね皆様方が楽しんで、お家へお持ち帰りいただければ、私どものこの開催をした、意味がございます。ぜひ、楽しんでいっていただきたい、そのように思います。今日はよろしくお願いいたします。それでは10時半より、紅白歌合戦俺の歌を聴け開会したいと思います。司会者はとある県庁の島田さんです。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。ただいまご紹介いただきましたとある県庁の島田と申します。なぜかというとですね私前県庁の観光課というところにおりまして、ラキスターとかそのアニメを使った、街を元気にする、取り組みを応援するという仕事をやってたんですけど、あまりにも好きな勝手なことをやってですね全然関係ない普通の公務員の職場に行ってしまって、今日もちょっと上司に内緒で来てるもんですから、本当問われるということでお許しいただければと思います。はい、では早速、一番の方から、登場していただこうと思います。一番手のもう至福の馬さん
トロフィーかなり気になってませんか。気になりますけど多分自分いや気になるっちゃ気になるんですけど多分自分とはあまり縁がないやろうということで、まあなんて日本人的な謙譲の美徳、大変いいですね。じゃあ皆さん盛大な拍手でまず応援してください。なかなか歌いながら撮るっていうのは斬新ですよね。まあ気にしなくて。あの日夏の終わりは清宮町ラキスタみこし忘れない。10年後の恥さえまた担げるの信じて。さあ目立ちはしないからまた寒さの日だって決めちゃう。バレンタインデーずっと宿題忘れてた。それは一つの謎を明かす。流れる時を追い越して駆け抜ける世界。はい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 。あなたの思い出が携帯電話からこぼれています。この日のためにお友達も集まってます。では、白ひかえでさんです。どうぞよろしくお願いします。みんな金剛を抱きしめて。Thank you.
ます。やばい、結構降ってきた。いや、吹きってすごい高い曲なんですよね、これね。サワコっていうサブキャラクターの曲で、あのデスデビル。アリアの仕事しましたからね、私。メディアファクトリーさんですから。はい。高く出すぎて声がかすれ気味です。でもあれですよね。はい、というわけで VTR 前半でした。よっ、かわいかった、めっちゃかわいかった、かわいい。ハエさんが歌って踊ってるとこ初めて見ました。私も歌って踊るの初めてでしたから、それは初めてでしたから、初めてですよ。でもお仕事で一回やったことあるんですか？世界高の踊りは歌はなかったんですよ、うん、だからその踊ってみた的な仕事をした時に世界高とか他にもいろんなやっぱ代表的な踊りをやったんですよ。でも歌って踊るのは初めてで、ぶつけ本番だったんで、すごい。マイクもよくわかん、どこら辺に置けば声がちゃんと入るとかも分かってなかったんで、結構声途切れ途切れでしたね、さっき聞いた。そうなんですか。それ、まあ、素人っぽくてよかったんじゃないですか。あ、まあ、モエフェスっていうのが3日に行われて、あの見ていただいたようにいろんな方がまずこう参加して歌う、まあ、歌合戦みたいなのと、あと板車がこうずっと展示をされているっていうのが、まあ、前半主に、うん、いうイベント。いや、すごいすごいでした、うん、面白いですね、わしみや。そう、わしのみやいろんなことやるんですよ、本当に。なんかあんなイベントやってるんですね。なんか毎年やってるみたいで、毎年、うん、なんかさ、その前一番初めにやったけど、何回目かがちょっと雨で雨天中止でやらなかったんだけども、一応ずっとこう毎回やってきていて、恒例みたいな感じにはなってる。へえ、そうなんです。ラジオでお世話になってるんで、あのラキシさんのコスプレで一応参戦をさせていただいた。うん、いやでもかっこよかったです。かわいい、めっちゃ。あ、よかった。ねえ、ねえ、ねえ。そうですか。イタシャもすごかったでしょ。何気にいろんなイタシャがあって、あの私車に詳しくないんであんまり分からなかったんですけど、結構高級な車がね、ゾロゾロ実は映ってたんですよ。高級な車なのに塗っちゃうんですね。高級な車だからこそ塗るんですよ。ああ、そうなんだ。そうです。やっぱその何、自分の好きなキャラクターとか作品のもので塗装っていうか、まあ飾るってなったら、やっぱりこう好きな人の心理としては、車も多分好きだと思うね。車も好きで作品が好きだから、その好きなものをドッキングさせるってなると、やっぱりこういいもので仕上げたいっていう気持ちもあったりとか。でもめっちゃお金かかりますね、じゃあそれだったら。うん、そうですね。でも多分車をもともと持っていたところに板車を作ろうっていう多分ものが後から乗っかってるんだと思うんで。そっか。そうです、そうです。結構ね、一緒にこう撮影してた、うん、まあ、カメラやってる人が、この車はいい車だよとか言いながら撮ってる。へぇー。全然わかんないんだけど、車詳しくないから。そうなんですか。すごい。そうですね。今の板車はそのシールみたいなのを貼って作ったとか。あ、そうなんですね。ステッカーみたいな。剥がせる？なんかもう全体的に貼れたりとか。剥がせるんだ。剥がせます。じゃあいいですよね、何回も模様替えできるし。模様替え模様替え、まあそういう意味では便利ですよね、うん、あとね、ちょこっと映ってたんだけど、イタン車とイタチャリもあったんですよ。イタン車、イタン車っていうのはバイク、単車なのでイタン車。へー。で、あのチャリンコ、自転車はイタチャリっていうんですけど、イタチャリとイタン車も実は1台ずつ、ね、そんなのあるの初めて聞きました。本当ですか。はい、あったんですよ。イタン車の方がマクロスかな。大丈夫ですか。マクロスフロンティアのイタン車と、うんうん、初音ミクのイタチャリがあったんです。イタ車、イタチャリ、そうやって、イタン車、イタチャリ、っていうのも、イタ車以外にも実はそういうジャンルが。自転車のどこに、あのこうタイヤがあるじゃないですか、うん、タイヤの中側って、例えば競輪のね、あのやつとかもあるけど、中がさ板みたいにこうなってるのあるじゃない、あの骨組みじゃなくて、 あそこの骨組みの部分を多分ガボンってなんかはめ込むような感じでイラストのついてるものをこう、ま、ボンってすごい回るんですか。じゃあ回ります、回ります、 回っちゃうんじゃないですか ね今ちょっと回ってるとこ見たことないんであれと思ったけど、多分回っちゃいます、回るんだ、タイヤと一緒にこう。イタン車はまあいろいろあるので、外側のこう
のところにキャラクターとかロゴとかがこうギュッて入ってたりする。あ、面白いですね。そうです。まあ、車よりはどうしても面積が少ないんで、逆にその少ない面積でどれだけ飾るかっていうのが多分勝負になるのがイタシャとイタチャリなんですけど、やっぱもうね、イタシャに負けないぐらいすごい派手なんですよ。見たことないです。見てみたいですね。さっきの映像 YouTube で出てました。出てました。はい、いた、そうなんですか。いたチャリ映ってましたよ。さりげなく、さりげなく映ってました。へー、なので YouTube 見返してもらえると多分わかりました。載ってます、載ってます。へー、すごいですね。面白い、はい、そんな前半 VTR、うんうんうん、でしたよ、うんいや、いろんな人が出てましたね、カラオケに。あ、そうですね、結構一般参加の方多くて女装されてる方もね、いらっしゃったりとか、あとね、まあ、全部は流れてないんで分かんないんですけど、替え歌にしてる方とか。替え歌？そうです、歌詞を自分とラキスタの出会いを 歌ってたりとか、そういうことをしてる人も結構いて、結構楽しい感じ。面白い。そうなんです。あれで最後ね、ちょっと入ってなかったんですけど、うんうん、まあ、赤組白組って分かれていて、うん、赤組が女性、白組が一応男性っていう形で、まあ、分かれてたんですけども、赤組の最後が飛び入り参加の町内会のおばさまが、あの演歌を歌ったんですよ。それが、ね、結構良かったんですけど、ね、残念ながらちょっと VTR 入ってなかったんですけど、私も歌いたいってなったんですね。なんかカラオケが大好きらしくて、私も歌うって飛び入り参加で入っていただいて、こう演歌をね、いいですね、うまく上手でした。いいですね。そうなんです、本当にこう 町のお祭りって感じで、老若男女、老若男女関係なく、もうアニメ好きの人も別にそんなに詳しくない地域の方も本当にぐっちゃぐちゃに参加されてるようなイベントでした。女装の男性はですね、赤組でした。今カンペで、カエデさんはどっち？赤組ですよどういう質問それいや、まあ、あの親父的発言がすごく多いのは認めますよ。そうですね、それは自分でも思ってます。親父化してるなって。でも赤組ですよどういうことそうですよね、赤組です、あの間違いなくそうですよね、はい、多分心は白組だったかもしれないですけど、はい、あの一応ね、はい、赤組ですよ。そうですかびっくりしたごめん、ごめんなさい大丈夫です ご飯行きますかええ、もう行くんですか、はい、分かったんですか、ついでに。なんかよく分かんなかったんですよね。後半入ってるかな。後半行けますか。あ、後半もカラオケあるんだ。ないと思いますないのも後半の VTR もじゃあ一気にどうぞ。はい、ソニチャ買ってソニチャ。ヘビよ。ヘビ見たんです。すみません、ちょっと見声で歌ってしまって。でも花があるよね。あ、まだビーコミが歌ってよかったです。ギリギリまで戻ってたんですけど。いや、歌う時ですよ。まあ、名残惜しい方はありがとうございます。ありがとうございます。今日はなんか撮りまくってコスプレ好きの友人から振られまして、今日俺が出れないからと。あ、隠されたわけですね。そうですね。今日のファッションポイントは何かわかりますか。もちろんこの手錠ですよ。あ、皆さんよく見てください。あの写真を隠してください。ステージ前にお集まりください。お菓子をもらいました。ワッションスタリーとそれは何ですか。これはうなたまいなりです。うなたまとってきます。よろしくどうぞお願いいたします。あの本当にもう、はい、あの最後の出演者になりますので、皆さんあの本当に心から盛り上げて、いただければと思います。では曲の方の準備は OK ですか。今聞こえました、天城越えですね。はい、すみません。はい、じゃあ皆さんハンカチ片手にぜひ聞いてください。大変申し訳ないです。はい、じゃあ小森屋さんです、はい、よろしくお願いします。あなたと越えたい甘みが
赤組が良かった人、白組が良かった人と聞きますので拍手をしてくださいという、あの大変マニュアル的な、決め方でいこうと思います。では登場順に従ってまずあの、白組が良かったと思う方拍手お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、赤組が良かったと思う方拍手お願いします。圧倒的ではないか。はい、僅差で赤組の勝ちですね。僅差じゃないだろう、すいません。じゃあ、優勝された赤組にですね、斉藤会長から、素敵なトロフィーをプレゼント、で誰がもらうか、ちょっとここら辺でですね一発でじゃんけんしてみましょうか。はい、はい、おめでとうございます。じゃあ一言コメントお願いします。はい、なんてどういうコメントしたらここはどういうコメントしたらここ一番うまいんですかね。嬉しいです。簡単だなお前。まあ、はい、では、MVP の発表にしたいと思います。で MVP の決め方についてはですねはっきり言って何も決まってませんでした。急遽ここでですね、会長と、秘密の審査会議をしたいと思います。会長コロネの頭どっちでしたっけ。あ、分かる人だけ分かっていただければいいです。はい、結論が出ました。ですね、今回あのお二人の方に差し上げたいと思います。くしくもですね曲の選曲が一緒だったマクロスフロンティアコンビの、楓さん、真由紀さん、ちょっと前に出てきていただけますか。はい、歌も衣装もすごい素敵だったんですけど、それ以上にですねいつもあのわしの宮ラジオわしの宮をすごく盛り上げていただいて、そちらの感謝もしたいなっていうちょっと気持ちが我々あるんですね。あのどっちが上でどっちが下に分けるか後で相談していただいて、すいません。じゃあ、コメント一人ずつお願いできますか。じゃあまず楓さんから。はい、コメントを全く考えていなかったんですけれども、まあトロフィーもらったのが初めてなのでいい思い出になりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では、続いて真由紀さんお願いします。まさかいただけると思っていなかったのでちょっとびっくりしております。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。大きな拍手お願いします。以上でですね、紅白歌合戦すべて終了です。無茶ぶりでしかもグダグダの進行で出演者の皆さん、よくついてきてくれました。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ自己紹介をお願いします。こんにちは。時計の針はですね正午と5分を回ったところです。 89.2MHz ラジオワシミヤ、先ほどですねだいぶあの模様作ですか。そうです ねなんかえらい盛り上がりだったんですけども、ここからではですね、ラジオワシミヤ in 萌えフェスといたしまして、1時間ほどお付き合いのほどよろしくお願いいたします。お相手はですね私わしの宮商工会広報委員リーダーこと島田と埼玉新聞の板記者こと橋本が担当させていただきます。どうぞよろしくお願いします。お願いします。じゃあ座らせてすいませんていきます。いいですね。かえりさんどちらにいらっしゃいますか。あれかえりさん、はいはい、あ、いましたね。はい、あ、はい、ここですね。はい、どうも。はい、車のあたりですかね、板記者の。あ、そうです。今こちらの抱き下の車のところにいます。はい、ちょっとオーナーの方にお話を伺ってみてください。はい、よろしくお願いします。じゃあ簡単に自己紹介でも。愛知県から来ました、佐藤智明です。愛知県から。ご苦労様でございます。ありがとうございます。今日なんでまた鷲宮に来てみようかなというのは。なんか愛です。ラキスター愛ですね。そうです。はい、
そこで卵を食べてる彼赤組、はい、あの今日はどこからいらっしゃるんですか。学生さんだそうです。どうぞ、今日はお友達と一人で、これ愛ですか。愛です、一人に愛です。ありがとうございます。隣にお願いします。どこからいらっしゃるんですか。これもなんかおいちょっと自然に馴染んでたんで、一緒に来たかったかと思います。横浜から来ていただいたそうです。今日は全部食べて、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いきなり始めちゃおうかな。なんか元気がないな。ちゃんとお昼買って食べたかな。それじゃあまずね、運動大事でした。はい、タッチですよ、タッチですよ。赤組追いかける、追いかける、追いかける。ミスナシー、よーい、もうエス、もうエス、もうエス。それでは本当のドン引き綱引き始めます。よーい、はい、白組、白組の勝利。あれ、悶絶してる、大丈夫かな。赤組の後ろ、そう、あ、そう、掲げて、そう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 ですね、そうそう、そういうこと、そういうこと。彼長、用意が良ければ。何か、はい、一言ですか。皆さん全力を出し切って転ぶ勢いで走ってください。まあ転ぶでしょうねそれでは始めたいと思います。ついてー、よーい、いくぞ、いった、ゴーガー、顔面から。係長、これ押してよ、押してよ。10点、赤10点。中、いた、あ、あ、世良雅紀みたいな人。ちょっとすごい VTR の終わり方でびっくりしたんですけどあれはひどい、まあ、あんな感じ、もうコメントのしようがないよあんな感じですあんな感じです。めっちゃ転んでましたね。あのね、はい、転んでる映像1個しかなかったけど、もっといろんな人転んでて、すごい遠くの方の曲がるところのカーブで転ぶ人が結構多くて、ほんと 5,6 人は転んでたんじゃないかなっていう。で、みんなこう手前にこう走ってくるじゃない、で、バトンの渡しとかももう感覚を忘れてて、リードしない人が多かった。でも直立不動で待ってるの、直立不動で待ってるところに全力疾走の大人が来るからもうそこでぶつかったり、もうバトンが渡せなかったり、渡した後勢いが止まらなくて人にぶつかっちゃう人とか。忘れるもんですね。もうね、体と頭がバランスが悪くて、みんなもうね、走れると思っている気持ちとは裏腹に体は全く持ってるの、空回りなるほど、ひどかったですね。走ることないですよね、普段ね。すごいね、頑張ってる感はめちゃくちゃあったんだけど、多分みんなすごい体悲鳴上げてるだろうなっていう感じだったそっか、走れると思ってるけど走れないんだ。だってもう走ってる頃の記憶って学生の頃とかでしょ、ね、で学生の頃にさ、やっぱこうすごい競争とかしてるわけじゃん、うんうんうん、その感覚でみんな走るけど、まず格好も走るための格好じゃないし、もうずっと前の記憶の体で走ってるけど、実際の体は年を取ってるわけですよ。その頃よりも足も回らないし、いろいろやっぱり障害があるわけです。例えばこう痩せてた人はふくよかになってる人もいるし、だからもう足にかかる重圧が半端ないわけですよ。そっか、そう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 、っていうのがきっとバランスが悪いんだろうなっていう感じの人がいっぱいいた。あ、そうなんだ、大変そうでした。でもみんなすごい楽しんでて、すごい盛り上がりましたよ。来年もあるそうなのでね、気になる方はこう定期的にチェックしていただくと綱引きのね、ドン引きってあの股の間にこう挟んでと向かい合ってって両方あったんですよ、実は。確か映像が向かい合ってなかったんですけど、だからこういるじゃないですか、向かい合うんですよ、引く人が、引く人が、そう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 、だからこう顔と顔が
こんな近くで？なんかこう向かい合って、あのお互い前に進むと後ろ引いてるわけだから、それドン引きですよねっていう、っていうのから股の間にロープをこうやって引くっていうドン引きバージョンみたいなのがあって、面白いですね。ドン引きってスリリングですよね、股に挟んで。危ない？いやだって男の人とか大変でしょ。大変。そう。そうか。なんかこう年配の方とかもさ、いる中でさ、その股に挟んだ綱引きとかやっててさ、みんなクスクス笑ってやっぱこう年齢関係なくみんな下ネタ好きだよねみたいなっていうのを伺えた競技でした。うわー面白いですね。そうです、そういう競技があってリレーしてみたいな感じで。でもやっぱり運動する機会っていうのはないので、いいですね、街で、うん、すごいいい機会なんじゃないかなっていうのは思いました。街の人たちもね、いっぱい参加してたんでね。そうで最後ね、ビンゴ大会みたいなのがあって。ビンゴ？そう、ビンゴがあった。ビンゴ、こう板車のにエントリーナンバーが書いてあってね、そこに投票していって、まあそのまあ、一番の板車、選ばれた板車1位みたいなのを一応に表彰しようって、トロフィーをあげようっていう企画があって、うん、その板車に投票するときに一応投票した紙が抽選用の紙になって商品が当たるっていうのが最後あったんですよ。で私梨をもらって、矢野農園っていうなんかその鷲宮の方の農園さんなんですけど、矢野農園の梨が当たって、すごい、こんなでっかい梨が7個ぐらい入ってんのが段ボールで、重いですね。すごい、切ったら丼いっぱいなの、っていうぐらいでかくて、それを3日かけて1個食べるっていう。もうそんなに大きいんですか？1人じゃないですか。1人でリンゴ1個とかも多いでしょ、うん、で別に2切れぐらい食べたらもういっかってなるじゃないですか。でこのぐらいで顔が隠れるぐらい大きいから、そんな梨もう3日間ぐらい毎朝毎朝梨を食べて、今やっと最後のラスト1個になる。まだ残ってる。あと1個残ってます。1ヶ月前なのに。でもすごい美味しいんですよ、そのもうでかいし美味しいし甘くて美味しいんですけど、矢野農園っていうところの梨なんで、お気になった方はどうぞ検索してください。いやっていうイベントが、さやこちゃんはなんかなかったですか？いいお祭りです。お祭りとか行きました？11月3日って祝日だったんですよね。いろいろ皆さんお出かけしたり買い物したりあったかと思いますが、全然あ、何もしなかったんですか、うん、11月3日ですか？そうです、そんな覚えてないですよ。なんかないんですか最近、私もこういうことしたとか、なんかあるかな。ないですか？コスプレ衣装作りに励んでたんで、ここ3日間ぐらいは。ここ3日きずいぶん近いですっていう。覚えてないですよ、そんな3日前以上のことは。ちょっと今のは鳥ですよ。それ鳥頭ですよ。鳥頭。そう、3日ですよね。3日、3歩歩いたら忘れるが鳥頭でしたっけ。あ、そうですか。っていう言われてるんですよ。鳥頭か。昔前のことを思い出せないです。ダメですよ、老後が心配だな。そうですよね。そうですよ、老後が心配ですよ、そんな。そうですよね。え、物忘れとか激しい方？激しい。あ、そうなんだ。今日もなんか、ま、今日物忘れたって何を忘れ、今日ね、物忘れたって言ってメール来て、まあ、全然間に合ったんですけど、ちょっと遅れますっていう連絡が来て、何を忘れたの？いや、ちょっと下着をつけてください。え、どういうこと？私聞いてよかった？それはちょっと待って、はい、聞いていいですか？はい、下ですか上ですか？上。あ、よかった。さすがに下ではないですよ。いや、これ下だったら手、もう天才だなと思って。さすがに。だよね。上だったらまだ、ね、まだ、うん、ありますよね。ないけど、上だったらまだわかる。いたからそういう子がやっぱ。あ、本当ですか。高校の時にブラジャーつけてくるの忘れたっつってノーブラで体育受けてたバカがいて、そう、常にこうやってたっていう子がいたんで、上ですね。びっくりした。常にこうやって、常にだともうペタってならないんですよ。だってさ、ほら分かっちゃうじゃないノーブラだって。そうやってても分かりません。ずっとこうやって話して、ずっと授業受けてる子がいて、すげえなと。受けるんだって思いますけどね。びっくりしましたよ。それは帰らざるを得ないですね。帰らざるを得ないですね。そのギリギリだったんで、家では開放的なわけ。開放的です。結構、うん、
うん、分かるけど私も家だとパジャマとかだしね、分かるけど、ね、そういうことね、忘れたってこうなんかこういうねこういうものを忘れたのかなって思ったんですよ。まさかまさかのまさかのすみません本当いいえ別にいいんですよそのまま来てもよかったんですよ。えマジですか、うん、だってね海外だったらね別にノーブラなんて普通ですから。あ確かスポーツとかやってる人たち、スポーツね人たち、選手、テニス選手とか、テニス選手とかむしろつけてると思いますよ。あそうですか、うん、あのいつぞか のポッチが話題になった彼女はポッチをつけてましたから。あそうなんです。そうですそうです、つけポッチですか、つけポッチ、つけポッチ、つけポッチですか、ね。そうマラソン選手とかって男の人でもあのつけるからね胸にシール。なんでやっぱこう走るじゃない、ランニングとこすれるんだって。だから、ね、血が出るってなんかこんな話前したような気がするけどここで私またこの話かみたいな。だから怪我をしちゃうんですよ。あでも何キロも走るわけよ、ずっとこうよ。でもう布がすれたらそれは痛いわけじゃん、デリケートだしさ。だから隠す、あえて男の人の方がむしろ、女の人はブラジャーとかをするからむしろ平気なんですよ。男の人の方が危ないんだって、まあ、こうペタペタってあるわけですよ。そっかそっかそっか。私はその貼るところを見たいってよく思うんですけど変態男の人が変態ですね。なんか女性的なわけじゃないその恥じらいをちょっとね大丈夫目の当たりにしたいと常々思っているんですけど、ね、すマラソン選手にタイプがいないんでね今のところ。大丈夫ですか、タイプの人がいたらすごく気になりますね。どうしてるんだろう、こうやって見て。いや別につけた後はどうでもいい、つける瞬間が見たいんです。つける瞬間って剥がす瞬間ですね、わかります。で新しいものをパッケージを剥がす瞬間が一番楽しいじゃないですか、わかります。ゲームとか猫ひろしにゃーの人も好みじゃないんで ね、そうそう、痛そう。新しく買ったものさ、例えば CD でもいいよ、こうピチッとくっついたさこうやつを剥がす時が一番楽しくない。いやいやいや私大嫌いです。えなんでなんで、剥がさない、臭いじゃないですか。あもうじゃあ素で売ってくれみたいなそうですね、だってどこから開けたらいいか分かんないし、開けるとこありますよ、なんかちょっとペロンって出てる、あれちっちゃくて分かんないんですよ。最近ちょっとくっつきすぎてるものもありますけど、ねね、私あれを剥がす瞬間が一番好き。剥がすのが好きなんですか。へー、なんか新しいものをさ、新品を未新品にするわけですよ。未新品って言い方も変だけど、新品をさ中古にする瞬間だよよく分かんない、一番燃えるんだけど私の中で。もうこれは新品じゃないっていう、だからもう私のものになったみたいな。なるほど。その未開封状態だと自分のものじゃないっていう気がしちゃって、うんうん、だって売ったらさ、例えば売った時に新品ですっていう売り方になるわけよ、うん、でもたとえパカッて開けてなくてもラベルを剥がしてしまうとそれは中古になるの、うん、でもその境目っていうのがねこういいよねっていう話。へえ。わかんないかな、わかんないかな、もうわかんないから。昨日もプロジェクトディーバっていうゲーム買ったんですよ、はい、買ったってかもらったんですよ、はい、誕生日代わりに、はい、ゲームとか CD とかってピチーってついてるじゃん、もうあれを剥がすのが。しかもゲームとかの最近すげー剥がれないの、断固で剥がれないの、ピリっていうのが。最近ね本当ゲームとか剥がれなくて、カッターとかでさ物を傷つけないようにこうやるっていうあの瞬間が多分私はすごいギラギラしてると思うんだけど、めっちゃギラギラしてたから。ゲームってちょっとくぼみがこう入ってるとね、下とかでは、うん、そこを刺せば本体に刺さる可能性がないんですよ。ちょっとなんか そこ狙ってこうザクッっていう、そこしかもあえてカッターとかじゃなくてハサミをさカッターっぽく持ってやったりとかするわけですよちょっと使い本来の使い方じゃない使い方をするっていうのが楽しい、楽しい。かわいい、カエルさんの目がキラキラしてるんですけど、その瞬間昨日楽しかったです。昨日開けて満足した開けて結構満足して1時間ぐらい放置してやるかっつって刺して、でプロジェクトディーバって初音ミクのゲームなんですけど、初音ミクしか使えないのね最初、はい、でなんか私男の子使いたかったの、鏡で電球で、そのレンっていうの選択して何回もやろうとしたの使えなくて、なんで使えるんだよこれって思ってたら、たら繰り返しやっぱプレイをしてレベルアップしないと、そう使えないんだって。で私バカだから1とか2とかやってたのに前のデータ消しちゃったのよ、
なんかセーブデータって、あ、それを引き継げばそのまま使えたらしいの、レン君が。あ、そうなんですね。いらねえとか消しちゃったの。あ、でも1からなの全部。もうずっとミクしか使えないの。もう2曲で飽きて、あ、もうつまんないみたいな。あ、かわいそう、ね、そう、あ、もうレン使えないからもう今日はいいやって思っちゃった。何の話をしてるのかよく分かんなくなったけどめっちゃずれましたけどね。ずれましたけど、まあとりあえず新品から中古にする瞬間がいいよねって話ですよ。分かりますか。分かりませんか。ちょっと分かる分かりますよね。ほら分かる。だってさ、例えばだよ、なんか新しいもの開けるのよくない。ポテトチップスでもいいのよ。新しいものを開けるっていうかさ、そう崩す瞬間。いやじゃあジェンガって何が楽しいの。倒れるのが楽しいんでしょ。あれ倒れる瞬間がみんないいんでしょ。あれだって倒れなかったらつまんないじゃん。みんな倒れる瞬間を見たいでしょ。あ、なるほど。みんなそういうちょっとさどっけなところがあるわけですよ。なるほど。誰かが取ったその1個でこれが崩れる、その瞬間を笑うわけでしょ、うん、ほら人間って残酷だ。そういうことです。開けるのも結局だからその何独占欲とかそういうことでしょ。独占欲ね。染めたいみたいな、自分のものにさ、ほら高級品になるほど開封の時はいいよねって。そう、へえ、すごいよマジで。そんなこと考えたこと一度もないです。もう気にせずベーみたいな。いや私とかもうめんどくさいんで開けてとかですよ。じゃああれだ、携帯の液晶のシールとかも食べられなく剥がす人だ。あ、もうあんなのとか私癖でなんかいじるの好きなんで、なんかペタ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 してなんか使えなくなって、みんなさだってホコリとか空気とか入って iPhone でもいいよ、なんでもいいよ、スマートフォンでも Android でも、うん、携帯なんでもいいけどさ、液晶のピリピリってさ買ってその日は剥がさないでしょね。あれ1週間とか2週間さずーっと貼っとくじゃん。でするってすぐにさ、でちょっと剥がれちゃったりとかもう限界だなと思った時に初めて剥がすわけやろ。ビリ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 皮を剥ぐわけですよ。そうするともうね、中古になっていたと思っていたその子が新品のごとく綺麗な人が現れる。この子はまだ綺麗だ、まだ汚れていないっていう。その瞬間超好きなんだけど。でももう剥がしちゃったらもうその子は完全に大人になってしまうわけですよ。もう汚れなきとこはなくなっちゃうわけだから。そうですね、私のだって iPhone だってまだ後ろの皮とかつけっぱなしですよ。後ろの皮？なんか前と後ろにね iPhone って CD がついてて、あ、ついてましたね。そういえば前はねどうしてもやっぱこうタッチだから剥がさざるを得ないの。だから後ろ残してる。マジですか。残してます残してます。マジですか。来年になったら剥がそうかな、年明けたら。来年いっぱいで完全に私の色に染めようと思って前貼ってあります。それまで残してるんですね。残してます残してます。でも液晶はすぐ剥がさないよ。これは結構多いと思うよ。剥がしちゃうんですよ。なんか剥がしたり貼ったりするのが好きなんで。逆にすげえそれいじめだべよ。したら空気とか入ってめっちゃ入る、めっちゃ汚いやん。そうなんかねえ、ねえ、だからもうすぐ剥がしちゃいますね。剥がすっぽいみたいな2日目ぐらいで。あ、でも一応やっぱ1日とかつけとく。そうですね、ペタペタして遊んで空気が入ってきて、逆にすごいね、一気に染めちゃうみたいな感じで、ね、一気にこういじめるわけでしょ。うん、いろんな人いるし、パソコンの液晶のビアも剥がせなかったからね。ああ、いや、その日に剥がしましたよ。いや、だって別に貼ってても見えるじゃんって思っちゃうんだよね。ここからしばらく貼っときたいの。なるほど。見にくくないですか、なんか。全然気になんない。でもだって見にくくないんだよ。綺麗に見えるんだよ。でもやっぱり剥がすと鮮明さが違うわけじゃん、うん、その瞬間もちょっと喜びがない、うん、あ、生まれ変わった、そう、あ、全然綺麗だと思ったけどお前こんなに綺麗だったんだみたいな瞬間があるの。液晶とかないの。私だってもう剥がしたビニールとか CD とか戻したりするからね。剥がしたビニールを戻す。こうピーってペコって剥がしてこう四角いビニールが残るじゃん CD とか。あ、 CD とか聞き終わった後にまたそこに入れたりするから。めんどくさい。なんか綺麗な状態で残したいのよ。なるべく綺麗にしといてあげたくて、いつかでもそのビニールで入れない日が来るの。 CD とかゲームがもうなんでビニールがぐちゃってなっちゃって、もう入れない日が来るの、ですね、そうなったらもう卒業なのそのビニールは。そうなんだ。もうこのビニールで守ってあげることができないんだなっていう日が来るの。マジですか。そうなると結構扱いが存在になるの、人間面白いことに。ビニールに入らなくなったらパーンみたいな。その時だけ大切ですね。そう、パーンってやってていつの間にかひび割れていたりするの、うん、中身が入れ替わってたりよくある。あ、よくあるよくある。そう、三国武双やろうパカッて開けたら戦国武双が入ったりとか、あれみたいな。
入れ替えちゃう。全部違いますよ、家全部違う。全部違う。それもすごいね。私たまに違う。あと2個連続で入ってたりします。豆ですね。豆じゃないでしょ、2個入っちゃったの。いやでも豆の方ですよ、それ。豆の人は絶対一緒に入れたりしないでしょ。そうなんだ。じゃあ新品のものをさあ、私にやらせてよ。私に開けさせてよ。開けてください。そう、私開けるから。マジですか。開けるの好きだから。へえ、逆ですね、じゃあね。そう、うん、そうだね、開けなくていいんだもんね、うん、そういうか、そうだよね。開けなくていい。こだわんない人はこだわんないよね。あ、そろそろ、え、そろそろ何ですか。来週の告知。え、マジですか。来週じゃねえ、来月の告知。来月は常にチェックしてないっていう。17です。来月は12月の17日土曜日の4時から生放送です。今年最後です。クリスマス前ですね。クリスマスバージョンしましょうよ。そうですね、来月はクリスマスバージョンでお送りをしたいと思いますけども。サンタさんがトナカイですか。雪だるまとかもあるじゃん。あ、雪だるま。雪だるま、どうやって作るんですか。わかんないけど、着ぐるみっぽい。あ一歩間違うとちょっと一旦もめみたいになっちゃうよね。一旦境目が。ツリーとかでもいいんだよ。ツリー、靴下とか超簡単そうじゃね。かぶればいいじゃん。靴下のコスプレ。靴下のかぶればいい。プレゼント入れてくれますかね。顔こんぐらい出せばいいんだよ。可愛いじゃないですか。靴下、私がプレゼントよ。え、そんなことは考えていなかったけど。だって靴下になりたいんだよ、物もらいたいんだもん。あ、そっか。そうくださいってことください。でもサンタとかサンタガールとかはもうさ飽きたんだよね。もうコスプレしまくってさ。そっか、もうそろそろ違うコスプレが。さ、なんかトナカイもさ、トナカイガールみたいな可愛い服があるんだよ最近。よくありますね。すごい、みんな日本人ってここにモノスつけるの好きなの。角とか確かになんかこう耳とかついててさ、もう飽きたんだよ。マジで。もうやり尽くした。私サンタもサンタガールもトナカイも。じゃあ何しますか。あと雪だるまか靴下かもみの木しかねえよ。もみの木、そうか、しかない。マジですか。楽しみですね。じゃあ、え、やるとは言ってないよ。そこは絶対やるとは言ってないよ。びっくりしますよ。でも煙突いいね。煙突か。ドラム缶とか誰か持ってません。持ってない。持ってくるの大変です。ドラム缶にから顔だけ出してさ1時間で、ちょっとドライアイスとか使って煙をこう出す。ドライアイスで。寒そう。そうなんです。マイナス70度ぐらいあるからね、ドライアイス。寒そう。ダメだ、寒い。そうですね、来月はクリスマスなんで、ちょっとクリスマス仕様でお送りしたいなと、はい、お願いします、はい、思っております。というわけでもう終わりです。早かったし、 VTR がね長かったよ。毎回言うけどさ、最初なんか演説が始まった時はどうしようって思いましたけど、なんかすっげー真面目な演説が始まっちゃったっていう感じ見えたよね。、はい、でも楽しかったですよ。モエフェスは本当来年もねやると思うのでね、はい、西宮のモエフェスはチェックしてほしいなと思います。来月は VTR があるかどうかがまた分かりませんので、まあでもね、フリートークでもあの VTR 中もね結構ねお話とかしてるんでね、あのぜひ秋葉 TV にも来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします、はい、もちろんあの遠方の方はネットで見ていただけるとありがたいなと、はい、思います。来月さやこちゃん何の格好、やっぱサンタがあるですか。そうですね、何にしましょうか。サンタしたいですけどね。さやこちゃんがサンタだったら私やっぱサンタ以外をやってあげないとね、バランスがね、うんうん、どうしてもあるからね、うんうん、考えてみて。楽しみ。これってさ何秒。あ、これ20秒ですか。40秒。今出されてる。あ、じゃああれが3じゃゼロ。最近知りましたね。ニュアンスで見てたんで、これゼロね。あ、20秒。あー、もう終わりますね。終わりますね。はい。また来月12月の17日の4時からまたお会いできればと思います。思います。はい。では番組にお便りなんかもお待ちしております。2人のブログも今
貼られてるのでブログへのコメントでも OK です。では来月またお会いしましょう。ありがとうございました。